こんにちは。今回はこちらです。ガリウバイの純米吟醸です。醸造元は静岡県静岡市三和酒造さんです。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹のみ、塩米の記載はありません。精米倍は 60%、 アルコール度数は15度というふうになっています。ここですね。クラシカルな予感ですね。では早速開栓していきます。パキパキと。静岡というとどうしても磯自慢のイメージですよね。こちらのガリウバイというお酒、恥ずかしながら私は今回初めていただきます。いつも通り順に報告します。まず香りから。お、フルーティー系かもしれないですね。ちょっと香りだけだと、ちょっと穏やかで判別が難しいので実際に口に含みます。美味しいですね。これフルーティー系と米系ですよね。こうクラシカルな感じ、このちょうど際のところですね。たまに当たることが多いというか、いただくことがありますけれども、どちらかというとフルーティー寄りですかね。でもね、米っぽい感じも結構残ってます。米感も楽しめつつ、フルーティー感も味わえる、そういったところですかね。そうですね、ややフルーティー寄りですね。ただ日本酒らしい日本酒でこうネガティブに捉えられがちなこう癖みたいなものはこちらでは感じないので、飲みやすいんじゃないかなと思いますね。で、年生は、ほぼほぼ適度な感じですかね。低めと言っていいですかね。割とこう、とろみはそんなに強くはないですね。そうですね。どちらかというと、さらりとした感じですね。で、アルコール感結構高めですね。アルコールの周期がややあります。そんなにこう臭みっていうことでは全くないんですけれども、アルコール特有の香りが結構強めに出てるかなと思いますね。口内ではそんなにドライ感は受けないですね。ただ飲み込んだ後のこう熱気ですよね。これは結構高めのものを感じますね。もう本当に、これは個人の感想なんでね、自由に好きに言わせていただくとですね、申し上げると、特段こう、感動するようなうまさみたいなものは、こちらの銘柄だと、銘柄というかこのランクだと、正直ないんですけれども、純米吟醸ということで、なんていうか、いいお酒ではあるんですけれども、ただ、それでも価格帯もそんなに高くなかったんですよね、多分。ちょっと覚えてないんですけど、そんなに高くなくて日常消費用のものだと思いますので、でかつ癖っ気がそんなにないですからね。食中酒として本当にこうお魚とかお豆腐はねもちろんですけれど、さっぱりしたものはもちろんですけど、味付け濃いものとかでもぶつからずに、食事がどんどん進むような、そんなお酒じゃないですかね。そうですね、毎日こういただくのに、ちょうどいい、そういった感じですね。といったところです。残り回数もこの第1シーズンと言っていいですかね、365回まであとわずかとなりました。今回も最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。またどうぞよろしくお願いします。